皆さんこんばんは、須崎彩です。皆さんこんばんは、西飛鳥です。須崎西585回目の放送がスタートしました。この番組は私たち2人が新しいサービスを提供したり、新しい商品を生み出すことで新たなビジネススキームを生み出すアイデア生産型バラエティ番組です。はい、あ、今度の日曜日もう、うん、いよいよ、須崎西イベント2024ラキズマ V でございます。わー、早いね。ね、やばやばいね、うん、もうこの時点で前先週喋ってたのを聞いて、うんうん、お、チケット買おうって思ってくれた人がどれぐらいいるか。いや、いてくれね、うん、ぜひみんな家族友達誘って、はい、ね、来てください。はい、おります。私たちおります。ぜひ来てください。 ね、 ね、はい、あと思ったんだけど、うん、なんか須崎西やり始めた時、うん、私すごい声高かったやんか、うんうん、だからラキズマ V のあのイベントをやる時に、うんうん、声高めで行こうと思う。そう、持たないでしょみんな。持つのそれ。5分しか持たないじゃない。その後喉イガラっぽくなってずっと。やだよ。え、昼夜あるんだっけ。そうだね、あるよね、うん、あ、じゃあよかった。昼はじゃあアスカがハイトーン担当ね、うん、私夜やるから。できんの。みんな夜だ。しかも昼で結構な体力使い果たした後夜の方が厳しいよ。確かに。じゃんけんで負けた方が夜にしよう。最初はグーじゃんけんぽい。やーばけー。くそ。私がじゃあ昼、うん、声高い担当です。夜じゃあ私が、うん、みんなあっちゃだよ。なんかハローキティみたい。キティちゃんみたい。みんなまさにラキズマ V。 誰も求めてないかもしれない。頑張ろう、うん、いやでもそれぐらいね、うん、私たち頑張ってますから。そうですよ。そう、もうこのイベントにかけてるから、うんうん、かけてるから。いやでもそうだよね、私は思ったよ、うん、このダヴィンチのさ、星野さんのやつを見てさ、うんうん、ちょっと家に帰ってちょっと泣いたもんね。えー、そうなの。昔はこんなに人気あったのに。須崎西はって思って何が悪いんだ私たちのって思ってちょっとだけ泣いたから。でもさ、うん、なんか確かになんであんな人気あったんだろうねって思う。あ、そっちにそもそもの謎を持ってた、うんうん、いやでもそうだよね、うん、なんでなの。昔はそんなに、うん、なんかこう女性声優が奔放な話をする、殴り合いをするようなラジオって少なかったのかなって、うん、あー、どうなんだろう。今はさ、そんなになんか、うん、なんてみんなさらけ出してるような感じするけど、うん、昔はもっとなんか、うん、みんなか隠してじゃないけど、うん、もっと作って、うん、綺麗な女性声優を演じていたのかな。え、どうなんだろう。汚い人いっぱいいたと思うけどな。ちょっとわかんない。ちょっとわかんない。なんだろうね。ね、うん、そう、まあでもさ、時代とうまく噛み合ったのかもね、うん、そんな気がする、うんうん、とは思うな。ニコニコも全盛期だったし。そうだね、みんなコメントで盛り上がったりもめっちゃしてたんだろうね、うん、きっとね。多分、うん、コロナ禍とかに須崎西が始まってたとしたら、うん、多分サンプラザなんて絶対生まなかったね。そうだね、うん、確かに。だからまあいい時代だったんだ、うん、やだな、いい時代だったんだとか言ってたらマジで老害、クソ老害。いや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 。誰だよ今の。赤ちゃんに戻ってる。赤ちゃんもいやいや期。いやいや、全部やだ。あ、でもまあね、あの頃に戻りたいと思ってもしょうがないから、ええ、これから何をしていけるかだね。そうだね、うん、しかもなんかその昔から聞いてた人で離れてた人もまたこうやって戻ってきた時にさ、うんうん、実家のような安心感がありますみたいなメールよく来るじゃん、うん、来る。だってそれはなんかもう始めた当初ぐらいにぺっちゃんが目標としていたラジオでもあるじゃん今。そうだね、うんうん、だからそれは誇りを持っていいと思うよ。なんていいこと言うんだ。確かにそうだ。そうだよ、そうだよ ね、 ね、確かに確かに、うん、なんか私たちが新たな層を獲得しようとさ、うん、変な路線に行ったらさ、戻ってきた人めっちゃ悲しいもん。なんか前と違う。実家の匂いがしないなるかもしれないから。確かに確かに、ね、バランスよく。そうだね、うん、そうだね。あ、そう、なんか今慰められたわ。ありがとう。じゃあ、はい、始めていきますか、はい。皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。
この番組はシーサイドコミュニケーションズの提供でお送りします。高柳智代です。私の初めての写真集回り道が発売しました。石垣島を舞台にこだわりのカットをたくさん詰め込んだ写真集、アニメイト、ゲーマーズ、アニメガソフマップなど全国のアニメショップや書店にて好評発売中。ぜひ手に取ってみてください。須崎にし。では皆さんからのメールをご紹介していきましょう。はい、剣さんです。ありがとう。須崎さん、西さん、こんばんは。こんばんは。昔会社の携帯がガラケーでした。うん、初めてガラケーからスマホに機種変更した時はその便利さに驚き、今ではスマホがないと考えられないというレベルになっています。しかし電話をするという一点においてガラケーを超える形はないよなと今でも思います。あの形、電話をするのにあまりにも適していませんか？お二人は最近昔の方が良かったかもと思ったことってありますか？もうオープニングずっとその話してたよ。昔の方が良かったよ、そりゃ。でもなんかフェイちゃん、あ、もうクソ老害みたいな、ね、いやでも絶対100人に聞いたら100人昔の方が良かったって思うでしょうよ。そうだね、そう確かに。まあでもガラケーは私も好きだったな、形。あ、やっぱこれ持ちづらいじゃん、はいはい、なんか iPhone ってさ幅が広くなったもんね。うん、なんかこう片手でこうね、操作するのがやりづらいよね。うん、あとさ、うん、もう今結構なんていうんだろう、 Android とか、うん、まあ、iPhone が圧倒的に多くて、うん、なんかみんな同じ形で、うん、個性を出すとすればまあスマホのケースを変えるぐらいだったけどさ、うんうんうん、昔ガラケーってもうほんといろんな種類あったじゃん。うんうんうん、なんかその中から機種変するときに、うん、自分がこう手に取ってしっくりくるものとかさ、うん、なんかこう見た目がすごい好きなものとか、うんうんうん、なんか同じ前使ってた会社だから、うん、あの操作性が一緒だからもうこの会社縛りで行こうとか、うんうん、いろんなこう選び方楽しみ方があったなってすごい思う。うん、そうだね、うん、あとこんなん高くなかったしね。あ、そうだね、うん、確かに、うん、新しく iPhone 買うとき異常に高いじゃんね。そうだね、うん、だってもう普通にパソコンと同じ値段だもんね。うん、10万ぐらいするよね。いや、もっともっともっとする、うん、15、6。え、今そんなすんの？うわ、今度さ iPhone16 出るじゃん。あ、そうなの？そう、なんか発表の今の時点でなんか今度されるよみたいな感じの状態だけど、うんうんうん、私次もう変えようかなと思って。16に、そう、16はなんか何が違うの？なんか評判的にはそんなに、うん、あの変わってないの、うん、すごいみたいな感じじゃなくて、なんかビデオが良、うん、くなったみたいなだっけかな。そうなんだ、うん、でもなんかさ、その性能が良くに従ってなるに従ってさ、うん、画質とかその多分ファイルのサイズがでかくなっていくじゃん。だからさ、そのもうクラウドサービスを月額払って登録してないと、うん、もうすぐパンパンになって何も保存できなくなるじゃん。確かに。だからもう全部さ、もう iPhone というかさ、アップルの策略にさ、うん、はめられてさ、うん、人類はみんなアップルのものみたいになっているよな。嫌だよな。なんか経済番組になってる。やだなって思うけど、アツカも入ってるでしょ、その、うん、アップルのさ月額のクラウドのやつ。そうだね、うん、もうやっぱ入りきれなくなっちゃって。そうだよね。そうだけど、なんかもう画像消すのもなんか、うん、昔の思い出が消えるようで嫌だから、うん、なんかみんなあれでしょ、パソコンとかになんかこう入れたりとかしてる人も豆な人はいるかもね。そうだよね、うん、私そこまでなんか詳しくないから、うん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 、なんかつい携帯の中にやっぱ貯めちゃう、クラウドもそうだし、うんうんうん、だからなんか次その iPhone16 にするときは、うんうん、あのもっと容量のでかいやつ買おうと思って、うんうんうん、200今56ぐらいから500いくらにしようかなって思ってるところ、うんうんうん、そっか、うん、なんか私ずっと今までそういうの私も詳しくなくて、うんうん、ひくべさんと私と勝手にそれぞれでその登録してたんだけど、うんうん、ひくべさんにふと、うん、どれ契約してるって言ったら、うん、2テラ、うん、の、 あのクラウドを一番でかいやつに入れてたから、もう余裕で私のも入るのね。すごい。そうだから、え、なんだもっと早く言ってよって言って、私の方はもう解約して、うん、その2テラをファミリーで使えるサービスにしたら安くなったよ。 あ、そうなんだ、うん、だからもしかしたらさ、あのチャゲに聞いたらチャゲも2テラ入ってるかもしれないよ。
そうなのかな、うん、なんか統合した方が安いかもしれない。確かにファミリープランっていうのがあるんだ、うん、ある。へ、うんうん、知らんかった。そうなんならその私もそれであ知らんかったってなったから、うんうんうん、ひくべさんが契約してる各種配信、うん、クール、ネットフリックスとかユーネクストとか全部、うん、あの見たら全部その、うん、あの何アカウントまでは一緒に見れるよっていうのがあるの。あ、はいはいはい、で知らなかったの、うん、だからあのアマプラもそれぞれ契約してたけど、はいはい、あの1人が持ってれば家族はいけるって知ったから、はいはい、私の方は解約して、はい、全然知らなかったと思って、だから、うんうんうん、それで年間5,000円払ってたわけだから、あ、無駄無駄無駄ってなって。そうだね、そう、そうだからなんか一回見直したらだいぶ家計がキュッてなった。確かに、うん、そうかも、うんうん、なんか任天堂スイッチとかもなんか年間で払うやつとかもあるもんね。なんかそれもファミリープランとかに変えたらいい、ね、あるかもね、もしかしたら ね、 そ う、 ね、うん、もうそうしようね、うん、はい、ゆうまさんです、ありがとう。あっちゃんぺっちゃんこんばんは。こんばんは。自分は先日電気屋さんで買い物をしたら、うん、福引券をもらい、うん、そのまま引いたら特賞が当たりました。え、すごっ。店員さんからサンタの袋のようなお菓子の詰め合わせをもらい、うん、普通の人ならラッキーと思うことでしょう、うん、でも自分はこう思いました。今じゃねえ、うん、理由を説明すると、その日はお昼から友達と映画を見たり、雀荘に行ったり、飲みに行ったりする予定でした。ほう、今考えればロッカーに入れておけばよかったなと思うのですが、うん、なぜかその時はその発想が出てこなくて、うん、自分と友達と、袋でその日は遊びました。お二人は嬉しいけど今じゃねえと思った出来事はありますか。だってむず、そのピンポイントな出来事。嬉しいけど今じゃない。あ、でもそのダヴィンチ、はいはい、来たじゃん、うん、私今その A4 のカバンがなくなってさ、自分が水羊羹こぼしたことによりそう、だから入らないから、あ、今じゃないってなって、で次回の時に大きい袋持ってくるんでって言って置いといてもらったのに、今日ももう忘れて普通のカバンできてるから今日もね持って帰れない。あ、かわいそう。え、ここにあるじゃない、 A4 入るような紙袋。あ、確かに紙袋かビニール袋いいですか、1枚それで持って帰るわ。一生ここに置いとくことになっちゃう。本当だね、うん、でもなんか特賞当たりましたってなって、うん、おすげーってなったけど、うんうん、なんかお菓子の詰め合わせって聞いた私心の中でハワイじゃないんかいとそうだよね、冷蔵庫じゃないんかいと思った私も。特賞しょっぺーなちっちゃな商店街だったのか、うん、そうかもしれない、ごめんね、しょっぱいとじゃあ次、はい、こちらは M ヤンからいただきました、ありがとう。あちゃんぺちゃんこんばんぞいや。こんばんぞいや。1000円で食べられる贅沢グルメというと、うん、人それぞれあると思いますが、うん、私の好きな1000円贅沢グルメは牛丼屋での牛丼大盛り卵サラダ豚汁セットです。うん、おそらくこれでも1000円には満たないと思いますが、うん、普段は牛丼並みだけで済ませることが多いので、それと比べるとかなり贅沢なグルメにテンションが上がります。うんうん、お二人の好きな1000円贅沢グルメがありましたら教えてください。だって、なんだろう、何、でも私さ、その牛丼にいろいろオプションつけて1000円っていうのも、うん、もうめっちゃ悲しい。昔はそんな高くなかったじゃんって思っちゃう。あ、そっか、うん、そのロッテリアとか行って絶品チーズバーガーと、うん、ちょっとしたなんか何ポテトみたいなのと、うん、ジュースでもう1000円だからさ。あ、確かに、うん、ってなって、うんうん、そっかってなって、だったら自炊しようかなって思うんだけど、うん、最近そのお肉とかもさめちゃ高いからさ。そうだね、うん、確かに。だから、1000円ってそっかそっか、そんなもんかってなっちゃうんだよね。そうだね、うん、1000円贅沢グルメ、私も聞いた時に1000円で贅沢できるとこあるかって思っちゃった。そう思うとラーメン屋ってすごいよね。そうだね、うん、あんまりドカンって値上がりしてないじゃん。ああ、なんか800円のラーメン屋はさ、うん、まあ、ちょっと原材料費の高騰でとかって100円上げてるとことかあるけどさ、うんうんうん、なんかそのラーメンでその1500円とか2000円ってそんなにないじゃん。確かに美味しいって言われてる100名店とか入ってるようなとこでもさ、普通に1000円ぐらいとか1000円いかないぐらいで頑張ってるとこまだまだあるじゃん。あるけど、うん、なんかラーメン界でもなんか1000円の壁みたいなのが、うん、そのあるの店側であるみたいで。あ、そうなんだ。そうそうそう、なんかそれをみんなで超えていかないと、うんうん、その今現状みんなが値上がりしてるから。そうだよね、そう、材料費とかがこう賄えなくなっちゃって、うん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 、潰れてっちゃうから、うん、みんなで1000円上げてこうみたいな感じになってるらしい。あ、そうなんだ。いや、でもそれでいいよね。うん、あ、他が全部高いからね。そう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 。なんで麺類だけそんなさ、まあ、でもパスタとかって別に高いもんね普通にね。まあね、やっぱ、うん、あれじゃない、大衆な
なんかこうねパスタとかだとこうちょっと、うんうん、なんていうのイタリアンって感じだから、そうそうそう、うん、ちょっとお高く泊まってもいいけど、そうか、なんかラーメンだとねなんかもう、うん、大衆向けだから、そうだよ、かき氷3,000円なんだからさ、もうラーメン5,000円とかでいいよね。そうだよねなんでかき氷ってあんな許されてんのマジで。確かにうまかったけどさ、うん、でも言うて水だからなお前って思う。そうだね、うん、確かにそうだ、うんうん、だってちょっと考えなかった、帰りながらさ、うんうん、3,000円のかき氷食ったけど、うん、あれ多分そのいちごの練乳のかき氷がさ、うん、20個ぐらい買えんだよなとか思いながらさ、いやもう分かるよ私も、うん、あの お店がすごくお高く泊まってんなって思ってたよ、うん、そうだよね、うん、なんかあの支払いするとき現金で出そうとしたらすいませんあのカードとかないですかみたいな感じであの現金よりカードの方がありがたいですとかって言われたときに現金置いとけって言いそうになったもんかき氷店がってだったよね、とても ね、 そうだね、うん、なんか ね、 ねやばい今日愚痴しか言ってないやばいやばいやばい、ちょっと浄化するためのメール読もう。そうだね、はい、次のメールです。はい、おちむしゃんです、ありがとう。あっちゃんぺっちゃんザキニシワ、ザキニシワ、最近ずっとマスクをつけて生活していたら、はい、肌が荒れまくって、あら、毎日親からあんたほんま肌汚いなと言われていますかわいそう、他に見せるような相手もいないのですが、はい、こう毎日言われるとさすがに自分でも気になり始め、うん、ニキビケア化粧水なるものを買いました。えらい。唯一の観客であるおかんに僕の肌が綺麗になるところを見せつけてやろうと思いますお二人のニキビ対策があれば教えてください。だってニキビで思い出した、私あれ聞きたかったんだ、うん、あっちゃんに前さ、うん、その飛龍酒、うん、があの粒ポロン買って私試すよって言ってたじゃん、うん、どう？あのさ、うん、ここの真ん中、うん、目と目の間にポコって出てたやつは取れた、うん、え、嘘！あの2週間ぐらいで取れた。すごい。そうで、あ、右の目の下にもあったやつも、うん、なんかいつの間にか取れてて、うん、で、左目の下にもうちょっとポコンってあるのと、うん、左目の、うん、左側になんかデカボコがあるんだけど、うん、デカボコはまだ取れない。そっか、そう、でも取れたんだ。そう、取れた取れた。え、すごい。なんか痒くなってある日、うんうんうん、で痒っと思ってガリガリガリってやったらポロって取れて、うん、でもいいね。そう、あ、取れたってなって、おめでとう、ありがとう。買うわ。うん、ぜひ、うん、私そのアスカにツーポロン試してもらってる間に、うん、じゃあ私はあの針とピンセット、うん、あのもうギューって出すやつ買ってみようと思って、そう、もしアスカが粒ポロン効かないって言ったらもう最終手段でこれ私は試そうと思って、うんうん、買ってあるだけでまだやってなくて。そうなんだ、うん、粒ポロン先にやるわ。そうだね、うん、やってみて、うん、それで1ヶ月経ってもダメだそうだったらその怖いやつでやってみた。そうだね多分ちょっと後残るしね、それ。そうだね、うん、怖い怖い、うん、いい情報聞けましたニキビ対策なんかやってるわアスカ。ニキビ対策サックは、うん、多分おちむしゃんは枕洗ってる？あ、そう。なんか枕頻繁に洗う人とそうじゃない人ってめっちゃ分かれるじゃん、うんうん、なんかあんまり洗わなかったりとか、うん、多分そのお母さん任せとかで、うんうんうん、お母さんがそんなに洗わないタイプとかだったら、うんうんうん、自分から積極的に洗って、うん、なんかこう常に枕を清潔にしてたら、うん、新しいニキビはできないんじゃないかなって思ったりした。うん、なんかあの顔の片側だけできるみたいな人は、うん、なんかその枕を洗うといいかもとかよく言う。そうなんだ、うんうん、あ、そっかそっか、うんうん、全面にできるとやっぱ別に原因があるんだ、うんうんうん、多分ニキビはなんかまあでも皮脂のバランスとかね、あと食生活とか、うんうんうん、あとなんだろう、ね、私も一時期すごいできたよ。しかもその右だけにできたから、うん、初めやっぱ皮膚科であのその枕洗ってますかって言われたけど、うん、もう全然洗ってるから、うんうんうん、でもそのなんか片側だけにできるのなんか怖いじゃん。なんかその、うん、なんか内臓とかなんかこう他のところに問題があってそうなのかなって思ったけど、うんうん、半年ぐらい、うん、もう何しても無駄だから諦めしたら、うん、スッて引いたから、うん、なんかやっぱりストレスとかメンタル的なものとかももしかしたらあるかもしれないよね。そっか、うん、あとはそのえっちゃんはさ、うん、ちゃんとその肌が荒れたら皮膚科に行くじゃん、うん、あんま皮膚科に行かない習慣の人たちって、うんうん、多分思いつかないと思うのね。なんかもう、あ、ニキビできた、皮膚科行こうみたいな感じにはならないから、うん、おちむちゃんもそれで悩んでたらスッと皮膚科に行ってみるのもありだよね。確かに、うん、なんか多分言うて皮膚科の薬が一番効くからね、なんかそんな気がする、うんうん、だからそれやってみて、うん、でなんかまあ化粧水とかもそのね変えて
いい感じに落ち着くと、うんうん、それが一番手っ取り早いような気がする、うんうん、そうね、うん、ちょっと皮膚科にそうだね行ってみてください。あと自分で潰しちゃダメだよ。そうだね、うん、じゃあ次、うん、絶対なるヨートンゼットンちゃんからいただきました。ありがとう。あちゃんぺちゃん、ザキニシは、ザキニシは涼しくなってきましたねと。そうかな、うん、そうかな9月6日放送のお便りで、うん、自販機で当たりが出て焦ってしまったというお便りを見て、うん、私も同じ経験をしたと思いメールしました。私の場合お水が1本と、うん、もう1本余分に買おうかなと思って2本目を買ったところ、うん、当たりの表示が、うん、謎のカウントダウン音に焦りまくってまさかの3本目のお水を買ってしまいました。元いる場所に帰ったらみんなになんでこいつ3本も水買ってきたんやという顔をされました。うん、どうせなら高いアロエゼリージュースでも買いたかったと悔しい思いをしました。うん、あちゃんぺちゃん最近悔しかったことありますか。だって、確かに水買っちゃったのもったいないね。そうだね、うん、もっと高えのあったでしょう。そうだよね、うん、なんかよくさ、ケーキ屋さんがやってるランチタイムとかでそのパスタとかもついてさ、うん、でそのセットでいくらですみたいな、この9種類の中からケーキ選んでくださいみたいなあるじゃん、うんうん、あれ絶対一番高いのにしちゃうんだよね食べたくないのに本当は普通にミルクレープが食べたいのに嘘でしょこっちのマロンの方が高いからみたいなマジで根が貧乏いやいやいや根性がなんか、うん、多分それってさ、うん、あの旅先で新しいものをどんどん食べれるタイプじゃん、うん、ぺっちゃんは、うんうんうん、私はもう旅先行ってもさ食べ慣れてるものを食べたいタイプだから、うんうん、多分そこも関係してる気がするよ。そうだからなんか私だったら、うん、そのね、なんだろう、ケーキセットの中で一番高いケーキがあったとしても、うん、その時自分が食べたいもの、うん、食べ慣れてるものを選びがちになっちゃうけど、ぺ、うんうん、ちゃん選択肢がいっぱいあるからさ、うんうん、だからつい高いものを買っちゃうんじゃない。なんかなんていいフォローなんかパッてそう思った。ただ癒しいだけだよいや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 悔しい思いね。悔しいか。なんかつい先日、うん、私じゃなく多分チャゲが悔しい思いをしたのは、うん、チャゲが会社から帰ってきて、うん、なんかスーパー寄ってなんかいろいろ食材を買ってきてくれたんだけど、うん、その中にライフガード、うん、ライフガードわかる、なんかあのエナジードリンクみたいな緑色のさ、うん、ペットボトルに入ったやつが1本それを買ってきてたのね、うんうん、で絶対自分の分なのそれは、うん、なんだけど、うん、私がもうなんかその時心がイライラしてて、うん、なんかもう あれしなきゃいけないこれしなきゃいけないみたいな状態の時にチャゲが帰ってきたもんだから、うん、あーちゃん大変だね俺変わるよみたいな感じで言ってくれて、うん、うん、ありがとうって言ってで、あーイライラするって言いながら、うんうん、冷蔵庫ガチャって開けたらライフガード入ってて、うんうん、あ、ライフガードあんじゃん、え、あーちゃんのために帰ってきてくれたの、ありがとう、嬉しい、飲むね、ゴク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 ってやったら、うん、チャゲが、うん、あ、うん、あっちゃん飲んでいいよ、あ、頑張ったねあっちゃん、うんって。かわいそう。でその反応を見て、あ、これはきっと私のために買ってきたんじゃなくてその人はそう自分のために買ってきたものなんだなって思いながら、うん、とっても嬉しい、ありがとう、ここでしたから、その時多分めっちゃ悔しい思いしてたんだろうなていうかアスカが情緒不安定すぎて怖いんだけどなんかもうでもライフガードで治るぐらいのイライラなら可愛いね。あ、まあね、うん、そうだね、うんうんうん、かわいい、そうそうそう、やっぱイライラってなる家で。めっちゃなるよ。もうえ、何でなんの。うん、もう夕方からの時間帯がとにかく大変で、うん、なんかもうそのバブを保育園から、うん、迎え行って、うん、で連れて帰ったらまず母乳あげ、うん、で寝るか寝ないかわからないような状態で晩ご飯の準備をすると、うん、もうギャン泣きしながらこう足元にまとわりついてきて、うん、で抱っこ片手で抱っこしながら片手でフライパンガンガンガンって やってみたいな、うん、めっちゃ大変な状態を一人でこなしてるストレス、うん、そうか、そう、そうだよね、やることがめっちゃあるんだ。え、そう、アスカって今もう自分でご飯作ったりしてんの。もうバブの分は全部自分でやってる。あ、そうなんだ。そう、え、アスカの分はチャゲが作るの。アスカの分は今ダイエット中だからって言って、うん、私コンビニで買ったなんかもうサラダみたいなやつとかを、うん、あ、そうなんだ。そう、だからもうチャゲも自分で好きなの買ってねっていうスタンスで、うんうん、あ、へー、そう、うちは今やってるから、うん、そう、
でそれに加えて、うん、もうなんか自分のやりたいことを今やる気に入ってるから、うんうんうん、なんか椅子座ってって言っても座らないし、うん、なんか遊びたい時に遊ぶだけど、うん、かまってほしいみたいな感じで、うん、もう全然言うこと聞かないから、イレレレレレ、それって俗に言うイヤイヤ期ってやつ？もう片足突っ込んでる。そうなんだ。そう、なんかもうとにかく今ご飯食べたいのみたいな感じで言われても、うん、また作ってんだよみたいな感じになってあ、そうか、もうその時期に突入しつつあるんだ。そう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 、だからもうその時にあった、うん、もう冷蔵庫のライフガードが私を癒してくれて、うんうん、そうか、そう、しかもそんなイライラさ自分がしちゃう時期にさ、うん、ダイエットしてるから余計辛いんじゃないの。そうだね、そう、好きなもの食べた方がいいんじゃないの。そう、あ、でもつい最近、うん、あの欲望に負けて、うん、またかっぱえびせんの、うん、あの関西だし醤油味を段ボールで買ってしまって、それそんな好きなんだね。そう、それが1日1回の楽しみになってるからもうダイエットプラマイゼロみたいな感じになっちゃってるそうなんだ。そうそうそう、え、でも他はそのサラダとかにしてんだ今。そう、できるだけそうしてる。偉すぎるマジで、うん、でもプラマイゼロだよ、あ、そうか、減ってないからねそうか、そう見習おう、うん、いや偉すぎる。いや、はい、では、うん、ということでここまででございます、うん、引き続きメールをお待ちしております。どんどん送ってきてください。高柳智代です。私の初めての写真集「回り道」が発売しました。石垣島を舞台にこだわりのカットをたくさん詰め込んだ写真集、アニメイト、ゲーマーズ、アニメガソフマップなど全国のアニメショップや書店にて好評発売中。ぜひ手に取ってみてください。須崎西、あっという間にエンディングのお時間です。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。アドレスはすべて小文字で須崎西 @joqr.net、 須崎西 @joqr.net です。たくさんのメールお待ちしています。さて585回目の放送をお送りしてきましたが、ここでお知らせです。10月13日日曜日、サイエンスホールにて須崎西イベント2024ラキズマ V を開催します。昼の部が12時30分開場、13時15分開演、夜の部が17時開場、17時45分開演です。チケット情報やグッズ情報など詳しくはイベントページや須崎西の X をご確認ください。よろしくお願いします。はい、ちょっと普通にクリアポーチが楽しみなんだよな。あ、わかる、うんうん、ちょうどポーチ欲しかったの、なくて、うん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 、いいよね。ね、なのでぜひね、あの男性諸君にもですね、うん、あの私たちとお揃いになると思ってポーチもね俺たち使わないからみたいな感じじゃなくて買ってもらえたら確かにこの中で、うん、じゃあどれを削るかってなったらポーチになっちゃうのかな。うーん、アクキーはだって可愛いもんね。可愛い、でも全部可愛いからね、うん、そうだね、うん、そうなの。え、今回ってそのいくら以上買ったらお見送りみたいのやる予定ですか。いくら以上4000円。うーん、ってことはじゃあ2つ買ったら4000円いくもんね。あ、いくいくいく、ね、うん、まあフーディーだったらもう1個でいくしね。あ、そうだね、うん、確かに、うん、ね、え、4000円買うと、片っぽだけ、うん、何にもお得感ないね。そうだね、じゃあ行きたいのかぜひね、お願いします。何卒何卒、うん、ぜひね、はい、イベント会場で、はい、お待ちしてます。ということで今週はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は須崎彩と西飛鳥でした。バイバイ。この番組はシーサイドコミュニケーションズの提供でお送りしました。